間もなくコルサントに到着します。ご苦労でした、注意。着きました。私が阿弥陀です。来るべきじゃなかった。大切な投票です。行きましょう。私の責任です。あなたも彼女も任務を全うしたまで元老院に移動しましょう。どこに行きましょう。行ってらっしゃい。ああ、議員、ランディングパッドで起こった爆発については聞いています。無事なお姿を拝見できて安心しました。阿弥陀羅議員、発着場でのことは聞いた。恐ろしい。ルーク伯爵の手引きでは？かつてはジェダイだったものです。暗殺などするはずがない。マスタージェダイ、いかがでしょう。阿弥陀羅議員をあなた方の保護下に置かれては、どなたか親しい方であれば。兄？大きくなりましたね。あなたもより美しくなられた。再会の挨拶は済んだかな。では議員、お部屋までお供しましょう。ありがとう、マスターケノービン。でもその必要は、私が欲しいのは護衛よりも答えです。私を狙ったのは誰か。議員をお守りするのが我らの役目、捜査ではありません。犯人は必ず捕まえてみせます。約束します。任務外のことはできんぞ、パダワン見習いよ。もちろん、議員をお守りするためにという意味です。ともあれ、あなた方がいらっしゃれば、この事件の謎も明らかになるかもしれません。離れすぎでしたか。私やパドメと一緒では退屈なのかな、パダワン。まさかマスター、そんなつもりじゃ。もうすぐです。私の部屋はこの上です。ここです。入りましょう。おかげで無事に着きました。よければ失礼して休ませてもらいます。
たぞ。逃がすなよ。撃つならよく狙え。市民を巻き込んではならん。絶対に捕まえてやりましょう、マスター。立派な心がけだ。その前にどこかにぶつからないといいがな。ご安心を。猛獣には自信があります。我が弟子よ、お前にはまだまだ学むべきことがある。飛び方もその一つだ。考えているんだ。誰かね、アナキ、充電所に気をつけろ。あそこだ。トンネルに入った。追いつけそうだぞ。うまくなったでしょう、マスター。ああ、少なくともまだ生きてるしな。雇い主は賞金稼ぎで名前は、毒屋だ。二手に分かれよ。阿弥陀羅議員をナブーまでお送りしろ。あそこなら安全だ。お任せください。 R4、 ちょっと手を貸してくれるかな。古い友がこの手のことに詳しい。毒屋について聞いてみよう。近くのダイナーにいるはずだ。そうせかすが、こっちだって急いでるんだ。デックスだ。何か問題のようだな。どうにも間が悪いぞ。ウェイトレスのワンダの回路がぶっ飛んじまって、接客に手が回らんのだ。古い友を助けると思って、
右のテーブルの注文を取ってくれんか。わしはワンダの修理をせんと。終わったらすぐに話を聞こう。どうだ。ありがたい。客の注文を取ってその通りのもんを出してくれ。ドロイドにもできる仕事だわ。ジェダイなら造作もなかろうって。ビッグシックスのケーキ重ねはいつ来るの？そろそろ1段目くらい出してよ。これよ、ありがとう。ジャワジュースのトールが来やしないぞ。あのウェイトレスはどこ行ったんだ。ジャワジュースが来た。ありがとうよ。シャウダクラブサンドイッチはあと5分で駐車時間が切れるんだ。うまそうだな。フォトンフィズルはまだ派手な緑色だからすぐわかる。まあ来ただけマシね。これならナブーまで行って自分で骨付きのウナを調理した方が早いな。待ってたよ。注文はもうないか。よし、ワンダともどもカニが一つできたな。あとは肘に少し油をさしてやりゃすぐ客席の間を走り回れるようになるわ。それで何の用じゃい。かけろよ。今そっちへ行く。これが何か知りたい。こいつはカミーノ製のもんだ。セーバーダートだよ。カミーノか知らないな。共和国の星か。いや、アウターリムの先だ。カミーノ案はよそ者を嫌う。クローン作りに熱心な連中よ。クローンか。いや、R4、カミーノなんて普通の製図には載っていない。公文書館に行ってみよう。カミーノか。聞いたこともないな。レックスがくれた座標をジェダイ公文書館で調べてみよう。準備 OK。 安全運転で。ご利用ありがとうございました。連邦観光をお楽しみください。行きましょうか。
R4、データを端末にアップロードしてくれ。X によればカミーノはこの辺りのはず。しかしながら何もありません。マスターオビワンが星を見失うか、困ったもんじゃ。ですが何も。重力の痕跡はある。は？鋭いの。重力の中心に行け。探しておる星はそこじゃ。しかし公文書館のデータを消すとは誰にでもできることではありません。そう、ジェダイのみがそれを行える。これが目的の星系だ。謎の惑星を見逃すなよ。マスタージェダイ、お越しをお待ちしておりました。ようこそ。何年も経ちましたから正直諦めかけていたところです。待っていたと？ええ、あなたのマスターにお伝えください。ご依頼通り期間内に20万ユニットを完成させました。さらに100万ユニットを製造中です。この軍隊にはきっとご満足いただけるでしょう。軍隊？さよう。クローン兵です。ご自身の目で兵士の出来栄えをご確認ください。さあこちらへどうぞ。そのマスターが最初に話を持ちかけた時、目的は明かされましたか？ええ、無論です。マスターサイフォディアスは軍は共和国のためだとおっしゃった。マスターサイフォディアス、彼は10年前に葬られたはずですが。知らなかった、お気の毒に。素晴らしい。ご満足いただけましたか？クローンは創造的思考が可能です。その優秀さはドロイドなど比べ物になりません。別にお前のことを言ってるんじゃない、アルフォ。このクローンたち年齢は？ええ、成長を促進させております。
人間と同じでは一人前になるのに何十年もかかりますから。なるほど。彼らは非常に従順です。どんな命令にも決して逆らいません。遺伝子構造を組み換え、オリジナルのホストが持つ自主性を大幅に削ったのです。ホストになった人物とは？ジャンゴフェットという賞金稼ぎです。賞金稼ぎ、その彼にぜひ会いたいものです。ああ、それなら喜んで取り計らいましょう。フェットにはかなりの報酬を払いましたが、その他にも一つ要求してきました。組み替えを行わない自身のクローンです。変わっているでしょ。組み替えなし、純粋な遺伝子の複製です。遺伝子に手を入れず、成長も促進させないもう一人の自分。こちらがジャンゴの部屋です。お会いになりますか？ジャンゴ、お帰りなさい。こちらはジェダイマスターのオビワン・ケノービ。進捗の確認においでになった。君のクローンを拝見したが実に素晴らしい。この仕事は誰の依頼で？俺を雇ったのはティラナスってやつだ。兵士はどうだ？早く戦うところを見たい。時間を取らせてすまん。ジェダイのためならいつでも。よし、ピンときたぞ。あの賞金稼ぎが暗殺者だ。推理が正しければ、奴は急いで逃げる気だ。一番近いランディングパッドに向かおう。逃がすわけにはいかん。行こう。フォースの反射神経は便利だな、R4。グズグズしている暇はない。追うぞ。
踏ん張ってる小惑星隊に入る。やつに一泡吹かせてやろう。スタンバイ。悪いが少し揺れるぞ。この辺りにいるはずだ。どうす、腕試しにもならんな。追尾ミサイルか。素晴らしい。あいつに近づいた。踏ん張れ。というのはもうなしにしてくれ。私をそう簡単に振り切れると思うな。この辺りにいるんだ。見つけたぞ。才能の無駄遣いだ。アナキンが喜びそうだ。パーツを廃棄した。
通商連合の船だ。なぜこんなところに集まってるんだ。何でしょう、閣下。何もかも計画通りに進んでおるであろうな。はい、このドロイド軍なら共和国も時代も歯が立ちますまい。ママ、そんな。また悪夢を見たの？ジェダイは悪夢は見ない。母が見えた。助けないと。一緒に行くわ。それなら私の護衛もできるでしょ。こんなに感情的になるなんて、砂だらけの夢でも見たの？ああ、ジャリジャリだった。じゃなくって、とにかくモスエスパに行かないと母の無事を確かめるんだ。新しいことを学びに行きませんか。おい、なんだ、俺の売り物に触るんじゃない。買おうてんなら話は別だが。兄か、でっかくなったな。しかもジェダイになるなんて驚いたぞ。母はどこにいるんだ。ジミか。ああ、売っちまったよ。何年も前だ。ラーズとかいうモイスチャーファーマーにな。すまんが、商売は商売だろ。農場はどこだ。ああ、ここからはかなり遠いぜ。砂漠に出て行って水分凝結器を探すといい。きっとそこで会えるさ。さあ、タトゥーインの砂漠で。なぜ何もないかって？砂のせいかって？多分。もうこの砂ときたらあちこち入り込んで手に負えない。パッ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 パ。捕まったのさ、帰る途中で奴らに。タスケンレイダーの人狩りどもだ。どこへ行くんだ。母を探します。行っても良い結果にはならないかもしれんぞ。構いません、母を見つけます。アナキン様、心中お察しします。何を言ってる、お前も来い。やれやれ。何かを感じるぞ。こっちだ。母はここだ。近くにいる。ママ、うん。
あ、そんな。なぜ助けられなかった？アナギン、長距離用の通信機が壊れてしまった。メッセージをコルサントへ転送してくれ。賞金稼ぎのジャンゴヘッドを追いかけて、カミーノにあるクローン施設の方から領土施設のドロイド工場に来ております。ドゥーク伯爵がドロイド軍を編成。お待ちを。アナギン、その場にとどまれ。何としても議員を守るのだ。伯爵には我らが当たる。オビワンの救出に間に合いません。オビワンを助けに行きます。私を守るなら一緒に来るしかない。パドメ、マスターウィンドゥからここを動くなと命じられた。命じられたのは私の警護です。さあ行きましょう。オビワンが危ない。歓迎されてる感じはしないな。なんと、この場所は危険です。あの、まだ遅くありません。農場に戻って。向こうに見えるぞ。あれが工場かも。まさか、あんなところに着陸しませんよね。正面玄関からは入れないでしょう。さあ、オビワンがここのどこかにいます。戦争を始めたくはありません。この事態は外交手段で解決してみせます。待って。これを外交手段って言うのかい？いわゆる過激な交渉ってやつ。このベルトコンベアなら安全に移動できる。まったく、とんだ作戦ね。例の外交手段で解決する？喜んで。いいところに来たな。このパワーセルを起動できるか？残念ながら、私のプログラムではこのようなシステムは扱えません。ザールツ、このパワーセルのチャージ方法を探すんだ。
アナキン様、最後の一つをチャージしなくては。アナキン、パワーセル同士を接続できますか？オビワンには安全な場所で行方不明になってほしかった。でっかい工場だな。ルークのドロイド軍はどんどん大きくなるぞ。で働いてるやつか。おい、お前の上司に話がある。アルツ、まだそこにいるか。機械を作るとは道に外れてる。まだ窮地の彼方です。この工場を抜けないと。アナキン、私をそこにあげてくれる？溶鉱炉には落ちない方がいい。さすが伝説のジェダイ、賢いわね。
真面目に聞いてるんだ。上司はどこだ。休み時間か。早くこの工場を停止しろ。何もかも違法じゃないか。こっちだ、来い。見えるか。停止できそうか。最高議長に非常事態権を与えるようここに動議を提出します。早速ですが、この新たな権限にのっとり、おや失礼、私は共和国に正規の強力な軍を創設、増大する分離主義者の脅威に対抗します。私はオビワン救出のためジオノーシスに向かいます。わしはカミーノのクローンセンターに飛ぶ。助けに来たんです。よくやった。な
んだか嫌な予感がしてきた。落ち着け、集中しろ。でもハドメは冷静に対処してるようだぞ。鎖を外します。待ってて。よし。よくやった。今のは本当だ。こいつはでかい爪だな。マサ、どっちがいいですか？任せる。私はこだわらない。いいぞ。しっかりするんだ。パダワンが見ているぞ。この調子だ。弱ってきてる。攻撃を続けて。集中を切らすな。あと一匹だ。少しで倒せそうだぞ。すぎるな、友よ。多勢に無勢だ。ルークのドロイド軍か。オリアンの言った通り、戦争が近いということだ。よく見ろ、マスター。戦争はすでに始まっている。賞金稼ぎだ。油断するな。この賞金稼ぎは悪知恵が働き、抜け目がない。だが奴の相手はジェダイでも最高の一人だ。それってどっちのこと？花火やジェットパックではジェダイに勝てはしないぞ。言ってやれ、マスターウィンド。ああ、ありがとう、マスタームンディ。いつも加勢してくれて。これは僕の犬だ。犬？故郷のグリーンアンセルムにはそんなのいないから。悪口ならウーリードと。
を率いてきよった。この共和国の邪魔立てを我がマスターは許すまい。設計図は私がコルサントへ。安全だ。空空を取り逃がせばさらに多くの星が奴の元に並びかる。あれを見ろ、ルークだ。己の感情よりも義務を優先しろ。あのスピーダーを追え。あの基地までドゥークを追わなければ。でもパドメが。義務を果たすんだアナキン。もしパドメがお前の立場ならどうする。義務を優先する。私のデータベースに新たなヒントが追加されました。あそこまでどうやって登りますか。あの残骸の中に使えるものがあるだろう。ご無事でしたか。ドゥークを追ってきたのですが、攻撃を受けましてコレリアの芋みたいに宙に投げ出されてしまって、このガンシップはもうダメでしょうね。パーツが必要でしたらどうぞ使ってください。捕らえるのが先だ。脱出方法は後で考えよう。はい、マスター。どっちに行きます、マスター。ドゥークが星を出る前に追いつけるなら私はどちらでも構わない。
真っ暗だが、ドゥークを訪ねる客は少ないらしい。さすがです、マスター。こっちだ。ドゥークの気配を感じる。僕も感じます。あ、違った、マスターでした。暗いのでうっかり。ドゥークは強い。我らも力を尽くさねば勝てないぞ。あ、若きジェダイよ、お前のパダワンは行儀よくしてくれるかな。組んでかかるぞ。ゆっくり奴の左に。一人でたくさんだ。やめろ、謝るな。私の力は君らをはるかにしのぐ。無駄だ。それはどうかな。まずはこの星の連中に遊んでもらうかしら。自分でかかってこい、ルーク。もう疲れたのか。心を平静に保て。奴の挑発に乗るな。これでは拉致が開かない。奴をここに引きずり下ろす。
もう飽き飽きだ。力を感じるわ。私はどのジェダイよりも強い。あなたよ。まだまだ学ぶべきことは多い。どうやって奴のところに行きますか。フォースが味方についておかつてのパタワンよ。まだまだ小手調べだ。アナキン。よくぞ戻ったティラナス卿。結果を聞こう。良い知らせです閣下。戦争です。素晴らしい。すべて予定通りに運んでおる。